百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。もう今日は愛面で打ち負けない方法についてお話しします。こういうことはないですか？同じ同級生なのに、スピードはそんなに変わらないはずなのに、あいつには必ず愛面を打たれてしまう。力やスピードのね、差がある小学生だったら特に多いかもしれませんね。みんな愛面は、用意ドンで、スピードが速い方が当たるって思ってるかもしれないけど、今日はスピード以外のコツを4つお話しします。今日このビデオを見るだけで、愛面で打ち負けない4つのコツが分かるようになります。スピード以外に大切なこの4つのコツを知ることで、相手の面に打ち勝つようになります。一つ先にね、ちょっとお話があるんですけども、今日の話は出鼻面ではなくて単純に愛面の話だけです。出鼻面は相手が出てくる動作の起こりをね、先に捉える面ですけども、これは長くなるんでまた別のビデオを作ります。今日は愛面、単純にお互い用意ドンで面を打ってなんで負けちゃうのかなっていう、そういう話ですね。じゃあ今日もできるだけ分かりやすく説明しますので聞いてください。相手は小さい面を打ってくるのに、こっちは大きい面を打ってしまってるってことはないですか？一番最初は自分の小さい面打ちを見直してみましょう。基本のような大きい面っていうのはもちろん大事です。でも愛面の時にはやっぱりね、小さい面の方がどう考えても早いんですよ。大きい面と小さい面、簡単に言うとどこが違うかというと、大きい面はここから基本の通り剣先が一度相手から外れます。そして大きく肩を使って竹刀を振る。これはすごく大事なんです。これはこれで続けてください。僕も大好きです。大きい面。じゃあ反対に小さい面はどうやってやるかというと、できるだけ剣先をギリギリまで浮かさないんです。浮かさないまま入って、際の際で相手の面金の、縦の面金あるでしょう。ここに沿って上げて下ろすと。これが小さい面打ち。まずは正しく小さい面が打ててるかどうか確認ね。今日はここからが本題です。さっき説明した小さい面だけど、実はね、小さい面が打てるようになっただけじゃ、愛面って当たらないんだよね。だって相手も小さい面を打ってくるんだから。ここまではもう大前提。そこで次の話になるんです。それは、面を打っていく場所が遠すぎる場合があるんですよ。愛面っていうのは、こっちも前に打って出るでしょ？でも、相手も前に打ってくるんですよ。要は間合いがいつもより近くなるんですよね。相手が出てくる距離を計算に入れて打たないといけないんです。基本打ちで打っている足幅のまま大きく愛面を打つと、竹刀の手元の方で面を打ってしまいます。愛面で打ち勝とうとしたら、足幅を小さくコンパクトにしてください。いつもの基本打ちの足幅の半分でもいいと思います。距離にしたら相手の面の50センチ手前ぐらい、そこを打つぐらいで相手も出てくるので十分に面を打つことができます。相手は大きい足幅で打ってくる、でもこっちは踏み込む足の幅を相手よりも小さくコンパクトにするから相手よりも素早く打てるんです。次は相手よりも手元を高く上げておくってことですね。愛面が苦手な子に多いのが、相手よりも手元が低くなってる場合です。相手の手元ここ、自分の手元ここ。面っていうのは上から下に打つ動作なので、それはね、手元が上にある方が有利なんですよ。手元というと、イメージしにくい人は、つばの位置だと思ってください。相手よりも自分のつばが下にあったら、それは愛面では勝てません。上から乗られてしまいます。相手よりもつばの位置を高くしておきます。次は打った後の腕は肩のラインで上げたままにしておくってことですね。さっきのつばを相手よりも高くっていうのと似てるんだけど、ちょっと聞いてくださいね。試合の上手い子や愛面の速い子っていうのは、腕っていうのはここからここまでだけなんですよ。ここからここまでだけ。それだと刺し面になっちゃうんじゃないのって思った方、心配しないでください。後から説明します。ここでお話ししてるのは、
背面が苦手な子っていうのは一回ここから腕を上げて、ここからまた振り下ろすんですよ。腕を上げて下ろす。でも上手い子っていうのはここから上げるだけなんですよね。ここからここまでっていうのは、一度上げた腕をまた振り下ろすっていうのは、上げて下ろすっていうのは大変な動作で、時間もかかるし、とにかくね、力が必要なんですよ、上げて下ろすっていうのは。だからこれが力んでしまう原因なんですよね。手元はここから上げたまま。じゃあここでさっきの質問ね、ここから腕がね、ここからここまで下ろさない、上がったままっていうことはね、こっからここだとこう差し面じゃないって思っちゃうと思うんですよ。腕を確かにここからここに上げるだけで面を打つと、これはね、差し面なんですよ。じゃあ一体どこで竹刀を振り下ろしてるかというと、打突の瞬間にここからここの、ここの時に手首と肘を使って竹刀をスパンと振り下ろしてるんです。ここが難しいんだけど、手首を使うには左手が抜けて、こうやって抜けてしまわない程度に、瞬間的に一瞬だけ当たる瞬間だけ左手をちょっと上げてやってんだよね。左手を上げてやってる。右手は押して、左手は切り手とか引き手とか言ったりします。このスナップがないとただの差し目になってしまうってこと。細かいことはこうちょっと難しいんで別の動画でやろうと思ってますけど、今覚えてほしいのは、とにかく腕の振り下ろしで打ってるんじゃなくて、腕は上げたまま手首と肘のスナップで小さく打ってるんだってことなんだよね。以上が背面でかつ面の打ち方になります。コツは小さい面をちゃんと打ててますかってこと。打つ場所をいつもより50センチ手前に打ちましょうっていうこと。それと、つば元を相手のつばよりも高くキープしましょうっていうこと。最後に、腕は上がったまま下ろさないっていうことですね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。